片付くだろ。いよいよ始まっからよ、お前ら気合入れねえ。やめるわ。やめるってどういうことっすか。司さん、からここが俺らのたまり場だ。てっぺんから見る景色ってどんなだろうな。俺はお前と一緒にそれを見たかったんだよ。もう俺の居場所はここにはない。各チームの頭文字を取ってその地区はスウォード地区と呼ばれた。おお、親高校。前立制と定時制の2部制からなる全国の札付きのワルが集まる巣窟。親高には最も過酷な荒行がある。それは100発の拳を耐え続けたら親高の頭になれるというもの。親高初の100発に耐えた男、村山義樹。その後村山が頭になったことで親高は初めて統率が取れ、スウォードの王が誕生した。これはコンテナ街大抗争後の親高の知られざる物語である。